んにちは、シュムアートダイアリーです。今回はクレヨンで秋の森林を描いてみました。楽しんでくれると嬉しいです。まずはベースを描きます。今回描く絵は木漏れ日なのでベースは黄色で塗っていきます。太陽になる部分は塗らないようにしましょう。この段階でどのような配置にするか決めておきます。オレンジや緑などを駆使して進めていきます。地面には落ち葉を置くので黄色、オレンジ、赤を置いて手を使って色を伸ばしていきます。白いクレヨンで光の線を加えます。次に赤い葉っぱを描いていきます。適当に描いても後で修正できるので思い切って描きましょう。光が当たっているところは黄色、オレンジ色で塗りましょう。赤い落ち葉を描いていきます。この時にも光と影を意識して描いていきます。黒いクレヨンは修正しづらいので初めは薄く描きましょう。地面と空の境界線を描いていきます。黒いクレヨンを使って木と枝を描いていきます。木を描くことによって雰囲気が出てきましたね。木を足していきます。太陽のところは塗らないようにしましょう。光が当たっているところは明るく描きます。次に枝を足していきます。影を足していきます。草も生やしていきます。微調節して完成を迎えます。枠を取ったら完成です。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価ボタンお願いします。